皆さんこんにちは。今月の Amazon 定期便を開封していく動画を撮っていきたいと思います。いつものものが大体入ってます。ちょっとその前に顔のパックをつけながら撮っていきたいと思います。もう最近これにしてます。ヒト幹細胞のこの美容液をつけながらちょっとやっていきたいと思います。あ、いや受けちゃったかも。じゃあ引っ張ったら受けちゃった。違うのにしよう。よいしょ。今日は2024年の10月の 17 です。17です。午前中曇ってたんですけど、今晴れてますね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、こんな感じでちょっと撮っていきたいと思います。これは15分から20分ですね。はい、ではよいしょ。入れていきます。いつもクッションがいっぱい入ってます。よいしょ、ちょっとこれ。どうしようかな。順番を今月普段はあんまり入ってないものからちょっと並べていきたいと思いますね。よいしょ。新しく追加しましたなんかいくつか顔パックいろいろ試してたんですけれども、なんかこれちょっと自分に合うかなと思ったので、いつもドラッグストアとかで買ってたんですけれども、ちょっと定期便に今回入れてみましたとりあえず1つ買いました。7枚入りですね。で、今回やった、普段、これ6ヶ月に1回くらいですかね。よいしょ。フィリップスの、ソニックケアです。これは、6本入りくらいだったと思います。5本入りでした。これ日本人のためにデザインされたっていうことで、なんかね、結構これちっちゃいんですよ、この
歯の歯ブラシのところが、なんかあの外国に行くと結構まあその外国の方とかってもう体すごいなんだろう遺伝的に大きいじゃないですか。大谷選手とかも日本人だけどすごい大きいと思うんですけれども、外国ってすごい結構ね大きいですよ、あの遺伝的に体が。だからね全部大きいじゃないですか。車も大きいし、なんかスケールが全部大きいと思うんですよね。そうで、だから歯ブラシもね結構大きいんですよ、向こうのサイズって。アメリカ行った時もね、このこれはすごいめちゃくちゃこのちっちゃいんですよ、歯ブラシが。だけどその向こうのアメリカとかサイズってこのね大きいんですよ、ね、結局まあ歯も口の大きさもやっぱり外国の方ってなんか遺伝的になんか大きいじゃないですか。だからそのこう磨く時に適切なサイズって言ったらやっぱ外国の方とやっぱ日本人の女子とはちょっとねサイズが違って、まあこのやっぱり小さい歯ブラシじゃないと日本人の女子の場合はこうなんか届かないところが出てきちゃうんですよね、結局。だからこのちっちゃいブラシ、これが日本人、そう日本人のためにデザインされたモデルということだそうです。フィリップスのソニックケアの、はいですね。これは6ヶ月に1回くらい買ってますね。これはちょっと、もう残りはねいつもと同じパターンですこのシャンプー、パンテーン、これは P&G ジャパンのパンテーンです。あのそう美容院に行った時にあのそう美容室のちょっとあのシャンプーを買いそうになったんですけれども、あのちょっと今髪の状態いいのでちょっと我慢してこっちにしましたまあねコスパもねいいし、まあその美容院の専売品って、まあ、日本では結構手に入るけど、まあね外国とかまあないと思うんですけども、行く時とか結構ね変えたりするのが、あの髪質変わっちゃったりしてっていう経験が昔あるので、まあねもう外国暮らしはないと思うんですけど、もうまあどこのに、まあ日本全国ねどこにいてもこれは売ってるもの、まあって言ってもまあアマゾンだったらねあれですけれども、なので今回もこれを継続で買いました。これどうかな、はいこんな感じで取れるかという感じ。どうやって取ればいいの？こう。でもなんか、ちょっとこういう感じ。なんかうまくこうやってなんか並べられる。やっぱこれはこっちか。こっちだな。あとはいつもの歯ブラシセットです。歯ブラシセットでか。なんかマウス、洗口液、マウスウォッシュセットですね。はい、はい、こうかな、はい、こうかな、なんかうまく並べられない、これ全部ですね。はい以上が今月の Amazon 定期便の開封動画でした。いつもと同じプラス幹細胞を追加したのと、あとは6ヶ月に1回くらい頼んでいる、6ヶ月もっとあれですかね、フィリップスのソニックケアの歯ブラシの替えブラシです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching today's video. See you on the next one.